はい、おはようございます。帝国になりましたので、これから本日の会議を開きます。ただいまの出席議員は15名で、定息数に達しておりますので、会議は成立しました。本日の議事については、お手元に配布しました日程表によって進めたいと思いますので、ご了承ください。これより議事に入ります。 日程第一一般質問を行います。質問の順序を通告順とし、質問時間は答弁を含め60分以内としますので、ご協力のほどお願いします。議員閣議に申し上げます。一般質問は会議規則第61条、6条第1項に規制されているとおり、 町の一般事務について正す場でもありますしたがって町の一般事務に関係しないものは認められませんまた一般質問は町長の個人的見解を正す場でもありません議員閣議におかれましては十分にこれらのルールを重視していただくことを求めます 次に執行部閣議に申し上げます。能率的な会議運営に、運営の観点から質問に対し明確な、簡明な答弁をされますようお願いします。なお、議会基本条例第5条第1項第3号の規定により、執行機関には反問権を付与しておりますので、議員の質問等に対し、 質問する場合にはあ、反問する場合には、挙手の上、反問をしたい旨を述べた後、次長の許可を得てから反問してください。はじめに5番、高野義雄君の一般質問を行います。はい、5番、高野義雄君の質問を許します。登壇願います。 皆さんおはようございます令和6年第1回定例会一般質問のほうトップバッターですトップバッターですので張り切っていきたいと思います、えー、それでは通告に従いまして一般質問をさせていただきます今回私の一般質問は本郷省朝日中の教育環境向上についてであります議会報告を兼ねながら知人宅を回っていますといろいろな質問を受けることが多々あります特にに印象に残っているのが 荒川本郷地区のの児童生徒数急増による教育環境への不安です住宅がアメゴの竹の子のように建ってきている小,学校の小中学校の教室は足りるのかまた新しい学校を建てるようになるのかといった不安の声が PTA の仲間をはじめ多くの方々からあり PTA を通して子どもたちの教育環境向上に取り組んできたものとして質問をさせていただくこととしました。荒川本郷地区は 周辺地区も含め住宅供給の受け皿として急速に宅地開発が進行し人口が急増した区域です特に本郷地区の町施工区画整理事業や町有地を活用した民間開発事業が非常に大きな影響を,影響を及ぼしていることは言うまでもありません網町の人口5万人達成の大きな要因はこれら 行政の宅地開発主導によるもので結果として大変評価できるものと考えますしかしその副作用というわけではありませんが人口急増と合わせて児童生徒数増加による義務教育施設等の不足が大きな課題となっておりますこのことは町執行部も十分認識し対策を講じているところですそれが令和3年令和3年度に実施した都市計画課の荒川本郷地区ちづくり方針 策定朝日中学校区児童生徒数将来推計調査ですしかしながら方針策定しっかりとした調査をしたのにそのアナウンスが弱くなかなか町民の方々には伝わっていないというのが実情です。今回は荒川本郷地区の教育環境開発の現状今後を掘り下げて質問し不安を感じている方々に少しでもご理解いただくとと,ともに 私なりに対策についても提案したいと考えておりますよろしくお願いいたしますそれでは質問です 1. 令和3年度に実施した荒川本郷地区まちづくり方針と旭中学校区児童生徒数将来推計調査の概要とその結果及び対応策について 2. 方針策定及び調査後2年経過しての計画と現状数値の乖離は 3. 対応策の進捗状況は 4対応策の軌道修正は5まちづくり事業の一環として小中学校敷地の拡張は可能か以上5点ご答弁よろしくお願いいたします。る 答弁を求めます初めに町長千葉茂君登壇願います皆さんおはようございます本日もよろしくお願いいたします本郷省朝日中の教育環境向上についてついての質問にお答えいたします一点目の令和三年度に実施した 荒川本郷地区ちづくり方針と、朝日中学校区児童生徒数将来推計調査の概要についてであります。荒川本郷地区ちづくり方針は、当地区の市街化促進を円滑に進めるため、まちづくり基本方針及びコンセプトを掲げ、それらの実現に向けた土地利用ゾーニングや公共公益施設の整備方針を示すものであります。特に公共施設については、 地区の魅力向上、にぎわいの創出による新生活拠点の形成を図るため、道路、公園等の公共空間、公共施設の整備を積極的かつ効果的に推進するとともに、民間によるまちづくりの進捗を見極めながら、町有地を活用した段階的なまちづくりを推進する方針を定めております。朝日中学校区 児童生徒数将来推計調査の概要とその結果及び対応策については教育長より答弁いたします。2点目の方針策定及び調査後2年経過しての計画と現状数値の改はについてであります。まちづくり方針において指標等は設定しておりませんが、当地区はこれまでに民間事業者と連携しながら開発行為や土地区画整理事業において 宅地を供給しし令和5年度には大規模商業業施設が開業いたしましたまた荒川沖寺子線沿道の中心エリアではまちづくり方針に位置づけられた都市計画道路および公園の事業着地に合わせた市街地開発の取り組みを始めており今後は説明会等を重ね地権者と地域の皆様の機運情勢を図ってまいります。 朝日中学校区児童生徒数将来推計調査の現状数値との乖離について、および3点目から5点目の質問については、教育長より答弁いたします。次に教育長、立原修一君、登壇願います。 おはようございます。よろしくお願いします。本郷省朝日中の教育環境向上についての質問にお答えいたします。1点目の朝日中学校区児童・生徒数将来推計調査の概要とその結果及び対応策についてであります。本調査は急速な宅地開発が進む朝日中学校区で 適正な学校、施設、数学区域を検討するため、20年後までの児童生徒数の将来推計を行ったものです。調査の結果、本郷小学校は20年後まで徐々に増加し、旭中学校も徐々に増加し、10年後から15年後をピークに減少に転ずるという結果となりました。また対応策ですが 本郷小学校は既,既存の教室数では不足する結果となったため放課後児童クラブで使用している校舎を普通教室に戻し校舎の増築を適切な時期に進め,進めなければならないといたしました朝日中学校は平成30年度に校舎を増築していることから教室の転用や改修で対応可能と判断いたしました 2点目の調査後2年経過しての計画と現状数値との乖離についてであります推計調査結果で想定したものと令和6年2月現在の児童生徒数を比較し,て比較しますと本郷小学校は推定値より1.8%増旭市中学校は推計値より1.7%増 そうとととなななっててていいいることから大きな乖離は生じていないと考えておりますしかしながら5歳以下の未就学児に目を向けますとすでに推計値を上回っており今後転入や出生による増加を見込むと乖離が生じる恐れがあります3点目の対応策の進捗状況についてであります 本郷小学校は教室不足を回避するための対応策として放課後児童クラブで使用している校舎を令和7年度から普通教室として使用しますまた令和6年度に増築校舎の設計業務およびプールの解体工事を行い令和7年度にプール跡地に増築校舎を建築し令和8年度からの使用開始に向けた準備を進めております 朝日中学校については現時点では校舎の増築は不要ですが本郷小学校及び朝日小学校の児童数に中止しながら必要に応じて既存教室の転用や改修を実施するなど対応してまいります4点目の対応策の軌道修正についてであります推計調査は平成28年度から令和3年度までの5年間の人口変動を基準にしており 調査後2年間の人口変動は反映されておりませんそのため推計調査を推計調査をベースに学校教育課で推計の修正を行いましたこの結果本郷小学校については増築校舎建設予定地に最大限の教室を確保することとしました朝日中学校については軌道修正は行っておりません5点目の 町づくりの町づくり事業の一環として小,小中学校敷地の拡張が可能かについてであります本郷小学校は敷地の四方を道路に囲まれ周辺には新しい住宅地,住宅地が建設建築されており敷地の拡張は難しいと考えております朝日中学校は周辺に農地や町有地がありますが本郷小学校と同様に 敷地が道路に囲まれていることや土地の高さが学校敷地よりも低いこともあり拡張は難しいと考えております。以上です。5番。 高野芳生君はい、えー、それでは再質問の方させていただきたいと思います。えー、荒川本郷地区まちづくり方針は、全庁横断的な委員会等を設けて作成したのでしょう策定したのでしょうか、委員会等を設けて策定したのであれば、メンバー,、えー、そして主催者、委員長は誰になるでしょうか。ただいまの質問に対する答弁を求めます。 産業建設部長井上稔君お答えいたします、えー、荒川本郷まちづくり方針、えー、そちらにつきましては、都市計画課の方で、えー、策定したものでございますが、策定にあたりましては、兄、え、町、ー、荒川本郷地区まちづくり検討委員会において審議をいただいたものになっております。 で委員長メンバーですが、委員会のメンバーですが副町長をはじめ各部長と関係課長で構成されております。委員長は副町長となっております。以上でございます。はい高野義雄君はい、えー、こちらの委員会は方針策定までで終わりでしょうか継続的な委員会なのでしょうか。 井上稔く君はい、お答えさせていただきます。えー、こちらにつきましては、愛馬市荒川本郷地区まちづくり検討委員会というのは、まちづくり方針の策定だけを目的に立ち上げた組織ではありません。えー、あの荒川本郷地区におけるまち、えー、づくりの計画に関すること、また、ま、え、ち、ー、づくりに関する諸問題の調査検討に関することを審議するものでありますので、えー、荒川本郷まちづくり が完了するまで継続的に続くものでございます以上でございます高野義雄君はいまち、えー、づくりにおいて当初との状況の変化というのは必ず起こります状況等が変化した場合変更はあるのでしょうか変更する場合検討委員会を設置するのでしょうかそしてその時誰が、えー、この委員会の方を招集するのでしょうか 井上美尾君、はい。お答えさせていただきます。まじづくり方針につきましては、あの荒川本郷地区の市街化の進捗に合わせて、あの適宜、えー、変更、手続きを行っておりますで。一番最初は平成30年度に策定いたしまして、えー、令和3年度に改定を行っております。まじづくり方針を変更する場合につきましては、その都度 網町荒川本郷地区まちづくり検討委員会の方で審議を受けておりますなお開催につきましては要項に基づきまして委員長が招集するということになっております以上でございます高野良昌君はい、えー。次は朝日中学校区児童生徒数将来推計調査ですが、えー、答弁ではあの本郷小学校で 1.8%増朝日中学校で1.7%増ということなんですがこちらの人数にすると約何人になるんでしょうかはい教育部長飯島飯村光一君お答えさせていただきます本郷小学校の1.8%は10人になります 朝日中学校の1.7%は9人というふうな数字でございます、以上です。はい、高野芳生君、はい、5歳以下の未就学児はすでに推計値を上回っているとのことなんですが、こちらの約何%、えー、約何人になるんでしょうか。 はい、飯村康一君。はい、お答えいたします、えー。本郷小学校のですね、5歳児から1歳ま1歳児までの未就学児で見ますと、4.6%、27人が回っているというような状況でございます。えー、この未就学児につきましては。えー 数字につきましては、令和5年度の5月1日の住民台帳から引っ張ってきた数字でございます。で、この未就学時につきましては、の数につきましては、令和3年の推計調査と、それと入学年度の実数を比較したものでございます。留学までのでのすね 年数に少し時間があることから乖離があるというような答弁にさせていただきました年代別に見ますとですね次年度令和6年度を入学5歳児は11.9%増で13人上待っております令和7年度入学の現4歳児につきましては入学推定基礎同数のプラスマイナスゼロというような数字でございます 令和8年度の入学の現3歳児につきましては8.8%増11人上回っているというような状況です令和9年度入学の現2歳児は逆に4.4%のマイナスと4人下回っているというような状況です令和10年度入学の現1歳児につきましては6%の増で7%上回っているというようなことでございます以上です はい、高野芳生君この推計値を上回っている対応策というのは荒川本郷地区まちづくり方針に沿ったものになるのでしょうか飯村浩一君、はい長はい、お答えいたしますあの先日の全員協議会であの増築の話をさせていただいたと思いますけれども、えー、この方針につきましては 今後まちづくり方針の公益施設の整備方針の中に書かれたものに沿ったものというふうになってございます以上です高野芳生君はい、えー。都市計画課教育委員会、えー、両方にお伺いしますこのまちづくり方針、えー、将来推計調査結果対応策については議会教育委員会小中学校 PTA 町民などどこまで共有されているのでしょうか。はい、井上美男君、はい、お答えいたします、えー。まず都市計画課の方です。えー、荒川本郷のまちづくり方針につきましては、先ほども説明いたしました通り、えー、荒川本郷地区まちづくり検討委員会の方で情報のお情報の方を共有し、連携を図っていると。 なお町民に向けましては、えー、当庁のホームページにて、えー、方針のほうを公開しております、以上でございます、はい、井村光一君、はいえー。その推計調査につきましてはです、ね、令和3年度に行ったものです、こちらにつきましては、えー、議会の皆様にご報告を全協でさせていただいたとおりでございます、それと、まあ、教育委員会では共有してございます。 それと都市計画課、子ども家庭課、それから小中学校等々に共有を図ってございます。それとあの今回、ですねあの新たに修正をかけたものにつきましては、数値がまだ新しいものですから、教育委員会と対象校というような形での共有ということになってございます。す高野芳生君はい 宅地供給区画数についてお聞きしますまちづくり方針策定時の令和3年度までの総区画数策定後の令和4年度、令和5年度の区画数をお願いいたします、はい、井上実君はい、お答えさせていただきますまち、えー、づくり方針 は荒川本郷地区におけます公共公益施設の方針であるため全体の宅地供給数というのは設定しておりませんしかしこれまでの民間事業者によります開発行為や土地区画整理事業によります認可ベースによります供給数というのを把握していますのでそちらの方を説明させていただきます令和3年度までに823区画令和4年度はありませんでした 令和5年度が142区画、で全体で965区画の宅地が供給されております、以上でございます。高野芳生君、はいえー、そうすると、この965区画、えー、この宅地供給区画数というのは、計画通りなんでしょうか。 井上美郎君、はい、お答えいたします、えー、荒川本郷地区はあの本郷第一地区のように全体を面整備、各画整備とかであの面整備をしていくわけではありませんので、具体的な整備計画をはじめ、開発スケジュールなど、えー、開発手法を定めていないことから、えー、計画個数の定めはございません。えー、このため、計画と実績との突合というのはできない状況になっております以上でございます。 高野君。本年度の新たな動きとして、方針スケジュールにはなかった、えー、i ブロックの、えー、開発事業者を公募するようなんですが、その狙いと今後の予定を伺います、はい、井上稔君、はい。お答えいたします。えーあのー、ご質問の i ブロックですが。 まちづくり方針においてはにぎわいのゾーンと位置づけされておりまして荒川本郷地区の中心エリアとなるべき地域と考えております今年度から当該地区の都市計画道路及び近隣公園の整備が具体化したこともありまして地区内のスプロール化を開始するため他のブロックとは異なりますが面的な整備を目指し町が主導するということといたしました今後は当該地区の中心エリア にふさわしいまづくりを進めるため、勉強会等を重ね、地域の皆様との合意形成に取り組んでいきたいというふうに考えております。以上でございます。高野義雄君、はい、はい、えー、このアイブロック開発事業者公募の移行、えー、が都市整備課ホームページに、えー、ありました、えー。なぜこの都市計画課の 荒川本郷ちづくりサイトではないのか、えー、理由をお伺いいたします井上稔はいお答えいたします。ア、え、イ、ー、ブロックの事業の進め方につきましては、えー、現在、調整検討中でございます。えー、都市計画課としましては、現時点での情報発信というのはまだ早いのかという判断をしまして、ホームページへの掲載は控えさせていただいております。 都市整備課の方で掲載していますホームページに載っています資料につきましては都市計画道路および近隣公園の整備に先立ちまして説明会に使用したものというふうに認識しておりますであのご覧になりました方に誤解を招くようなものであればお詫びしたいというふうに考えておりますあの繰り返しとなりますが具体的な愛地区の I ブロックの具体的なスケジュールが整理されない時点での情報発信 そちらはあの混乱を招く可能性を含んでいるということから、都市計画化といたしましては、現時点でのホームページへの掲載を控えております。しかし、今後、公募の方針等が決まり次第公表していきたいというふうに考えております。以上でございます高野義雄君。はいえー、この i ブロックについてはです、ね、まちづくり方針12ページの開発動向図にある、今後の開発予定に示されておりません。 町づくり方針に都市計画道路公園整備が位置づけられ多少の計画変更は問題ないという解釈なのかもしれませんが内容的に、えー、そう単純なことではないと思います町が,町がエリア全地権者に、えー、土地移行アンケートを実施しその結果今年度末には町有地も含め開発事業者を公募すると、えー、公言しているわけです面積は公表されていませんが 図上で見ると、えー、20ヘクタールという大規模開発になるはずで、約20ヘクタールという開発方針を打ち出すということは、2年前とは大きな違いであり、懸案となっている児童生徒数推計値に大きな差異が生じるのは確実ですが、えー、その辺どのように考えているのでしょうか。飯、はい、村浩一君、はい長はい、お答えいたします。えー、まずその アイエリアですけれどもこちらがいつの時点でその今現状ですと開発の内容もまだわからないというような状況でございますで現いつの時点でその自動数に影響を及ぼすのかというのはそうあの想定するのは非常に難しいかと思います、えー、令和3年に実施した当時からですね推計、えー、調査の対象とはなっておりました イブロックも入ってございますのであの開発の内容やですね進捗を見ながら毎年推計、えー、のあのまあ、えー、修正を図りながらまあ自動数に注意していくというようなことになろうかと思います。以上です。高野よし雄君。はい。 教育委員会ではこの大規模開発を今後の計画に考慮しているんでしょうか。飯村浩一君、はい、えお答えいたします。現時点でですね、その令和3年度の推計を見たときから修正を行ってございます。で、その修正を行った考え方に基づいて小学校の増築を。 の増築のかをするというようなことで、にしてございます。ですので、あのエリアが開発されても想定でき、あの。対応できるというような想定でございます。それでもですね、毎年の、まあ、修正は行っていくというようなことは変わりないかと思います。以上です。高野義雄君。はい、えー。それでは本郷小学校と朝日中学校の、えー、推計数と。 現況数をお伺いします飯村光一君えお答えいたします保護小学校の令和6年度の児童数は実数で544でございます令和3年度に実施しました将来推計値では534人というふうな推計をしてございました 朝日中学校につきましては、令和6年度の生徒数は実数で532人、推計調査におきましては523人というような数値でございました。以上です。高野芳生君、はい、現状の荒川本郷地区開発動向、開発スピード教育委員会としてはどのように捉えているのでしょうか。 飯村浩一君、はい長。はい、お答えいたします。まあ、現時点では、その令和三年度に行った推計値よりも、お待ち数が増えているということなので。え、若干、えー、少し早いスピードで進んでいるのかなというふうには考えてございます。すはい。高野洋君。<laughs> はい。令和四年十二月議会での。 徴用地売却案件ですがプロポーザル提案では4車線道路沿線にふさわしい事業,事業用地確保と99区画の住宅でしたしかし現実には119区画と20%程度住宅区画が増えています計画と現実で20区画の差が出れば積もり積もれば大きな差となり推計値にも確実に影響してきます 現実に即した対策を取るためにも、このような情報を町内全体で共有はできているんでしょうか。はい、はい、井上みの、あ、みの君、はい。はい、お答えさせていただきます。えー、あの、えー、ただいまありましたのは、多分 e. ブロックの話だと思います。えー、こちらにつきましては、あのー。<coughs> プロポーザルによりまして、企画提案時から区画数というのは変更されております。こ,れこちらにつきましては、阿見町荒川本郷地区町有地売却業務事業者審査委員会という委員会の方から、行き止まり道路での解消や開発区域の整形化に努めることと契約条件が付されたためということになっております。で事業者がそれ,をそれに基づきまして、関係地権者と交渉しまして、 成形化に伴います開発区域の拡大、拡大が区画整理の増加につながったということになっております。でこれらの区画数の変更は、相町荒川本郷地区町有地売却業務事業者審査委員会に再度、図っております。でそれと合わせまして、荒川本郷米づくり検討委員会、および開発行為の協議時に情報を共有しております以上でございます。 高野由雄君。はい、弔、え、有、ー、地売却の根拠となる荒川本郷地区弔有、えー、地売却業務事業者審査委員会要項において、公募型プロポーザル方式により、売却事業者選定を定めているかと思います。えー、この要項のの要中に事業計画変更の協議等ありますが プロポーザル提案と現実に相違が生じれば変更とみなされるのではないでしょうか、はい、井上稔くん。お答えいたします。えあのご指摘のとおりえ、事業計画の変更ということになります。以上でございます。高野由はい。えー。 変更については審査委員会に諮るとともに、内容等も議決者である議会への報告が必要なのではないでしょうか。はい、井上稔君あの。議会に対しましては、えー、議会の議決にすべき契約および財産の取得、または処分に関する条例、そちらの第3条、第1項の規定によりまして、予定価格700万 または5000平米以上の共有地の払い下げに対しまして、承認をいただいておりますで。その内容に変更がないことから、改めて議決を求めてはおりません。で一方であの、令和5年6月に開催しました、網町土地利用合理化協議会、そちらの方で変更後の土地利用につきましては、あの審議の方をしていただいているということでございます。以上でございます高野芳生君 はい、土地合理化協議会にて説明済みということで、えー、すいませんでした、ちょっと記憶になかったものですから、えー、大変失礼いたしました。徴用地を種地とした開発なので、えー、開発スピードを町のアクセル、ブレーキでコントロールすることはある程度可能かと思います。その場合コントロールするるために何を重点要因とししているんでしょうか 井上美濃君はいはいお答えいたします、えー、荒川本郷地区におけます宅地需要というのは未だ高い状況にあるというふうには感じております、えー、当庁が超、えー、有地の売却相手を公募する、えー、まあそのほか、えー、民間による、えー、開発行為等も進められている状況でございますこのような状況の中で、えー、町が開発スピードをコントロールするということは、えー、難しいというふうに感じております また、えー、現在の高い宅地需要がいつまで、えー、継続されるか、えー、判断が難しいため、えー、社会情勢あと民間事業者等の投稿ニーズを重視しながら前作りを速やかに進めることが重要というふうに考えております。以上でございます。はい、高根義雄君、えー、都市計画課教育委員会両方にお聞きしたいと思います。 策定後2年経過しました、えー。今質問してきた内容だけでもかなりの状況変化がある中で軌道修正だけで、えー、朝日中学校と町づくり方針は、えー、軌道修正なしで、えー、よろしいのでしょうか。はい、井上みの君、えー、はいお答えいたします。あの学校の整備計画 につきましては、まずきり方針におきましては、既存施設での受け入れ対策を優先的に進めるということにしております。引き続き教育委員会と連携を図りながら十分に検討を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。はい、飯村浩一君、はい、長はい、お答えいたします。えー、本郷小学校の方は、えー、先ほどご説明の通り起動修正でえー、まあ。 対応すするとといいうようよなことでございます朝日中学校におきましては、えー、今年度推計の修正を行いましたその結果からですね現時点では、えー、平成30年に増築しました校舎で対応できるというようなことから、えー、軌道修正は行いませんただですね、えー、先ほどからあの申し上げておりますとおり、えー ここの荒川沖地区に関しましては人口の増加が著しいところですので毎年、教育委員会内で軌道修正といいますかその推計を行いながら修正をかけていくとで、児童生徒の数については注視していくというようなことになろうかと思います。高野義雄君。はい。 上本郷中根地区、こちらの開発の面積規模と計画人口はどの程度になるんでしょうか井上実君はい、お答えいたします上本郷中根地区、こちらにつきましては事業化されていないため正確な面積及び人口は把握しておりません以上でございます 義央君、はいえー、都市計画マスタープランが改定されました、えー、上本郷中根地区の、えー、住宅開発がプランに立案され今後のスケジュールに乗ったということは本郷省朝日中学校区が今後数十年間網町の定住促進を牽引することが明確に示されていると思いますこれは大きな状況の変化だと思いますがいかがでしょうか 井上美濃君、はい、お答えさせていただきますあの都市計画マスタープランの改定を現在進めているところでございますが、えー、上本郷中根地区、こちらにつきましては、将来市街地検討ゾーンとしまして、公共・公益施設の整備を考慮しながら、将来的に市街化編入も視野に入れ、計画的な市街地開発を検討を進める区域ということにしております。 えー、ということで、えー、今あります現のマスタープランよりも一歩を踏み込んだ表現というふうに予定しております現在上本郷地区では北京委員会を立ち上げ土地利用について具体的な検討に着手しているというふうに伺っております町も発起委員会と情報交換を行いながら町の関わり方について検討が必要というふうに考えております これからの情報はこれらの情報につきましては教育委員会また関係各課とも共有しながら効果的なまちづくりに取り組んでいきたいというふうに考えております。以上でございます。高野義雄君、はい、えー。それでは教育委員会の方にお聞きしたいと思います。先ほど都市計画課の都市計画課の方で上本郷中根地区の開発面積規模計画人口を把握してないということだったんですが、こちらの構想図から読み取ると。 70ヘクタールから100ヘクタール弱の規模になるかと思われます。人口規模としては令和6年2月現在の住民基本台帳から見ると本郷1丁目、2丁目、3丁目が50ヘクタール1052世帯3092人南平大1丁目、2丁目、3丁目も50ヘクタールで986世帯2514人。 一度に集中することはないとは思うんですが70ヘクタールから100ヘクタール弱となると2000世帯から2000世帯、それから5000人弱の人口増が見込まれてくるかと思いますこれに荒川本郷地区の開発促進がプラスされ町内最大規模の児童生徒数が想定されます本郷省の児童クラブもその辺を考慮して町内最大規模の240人としているのではないでしょうか そうであればそれに見合った義務教育施設を計画するのは当然であり、これまでの暫定的な対応ではなく、恒久的な対応を図るべきだと思いますが、いかがでしょうか。飯村浩一君、えー、まああの70ヘクタールからという開発になりますと相当のインパクトだというふうに考えております。数的にも世帯的にも人数的にも人口的にも。 えー、かなりの数が増えるというようなことが想定されるわけです。えーまあ、あの令,和あ令和3年度に行った推計におきましては、えー、その花火本号中根の開発は、まあ、そこの部分に関しましては想定には含まれていないという方が正解だと思います。 ですので、そういった開発があった場合にはです、ね、今回とは別な考え方をしなければならないかというふうに考えております。でまあ、それに見合った対応策というか、えー、計画を、まああのえー、都市計画課の方と連携を図りながら考えていかなければならないというふうに思っております。以上です高野芳生君はい、えー 都市計画課の方とですね、えー、情報共有の方をですね、えー、頻繁にですね、行っていただいて、えーまあ、ぜひ、すぐにでも検討を始めていただきたいと思います。旭小学校の、えー、敷地は本郷地区区画整理事業において、バラバラに先買いした土地を集約し、確保したと聞いております。荒川本郷まちづくり事業の一環として、土地区画整理、開発行為で本郷省、 朝日中学校の敷地拡張は可能でしょうかはい、井上美濃君はい、お答えいたします、えー、ご指摘の通り、あの本郷第一土地区画整理事業につきましては、えー、土地所有者の協力をいただきながら事業に先立ちまして、えー、購入した土地を官地において小学校予定地として集約したものでございます 現時点で、えー、町施工の市街地整備の予定がないということで、民間事業者が土地利用を計画する際、町がどのように関わるかが問題になるというふうに考えております。具体的な計画がない中、民間主導の市街地整備におけす学校用地拡張の可能性についての回答は難しいというふうに考えております。以上でございます高野芳生君 それでは小町内小中学校十校の敷地面積を教えてください。飯村光一君、お答えいたします、えー。敷地面積が少ない順に申し上げたいと思います。えー、本郷小学校一万三千三百四十一。金、えー。君 君原小学校1万3870日小学校2万4287阿網第二小学校2万8960船島小学校2万9218 阿一小学校3万飛んで978阿見小学校3万1,000飛んで41え次中学校になります旭中学校3万6927高久中学校 40, トン4万飛んで416 部中学校4万4あ全部平米ででございいまますす以上です高野芳生君、はいはいえー、今敷地面積を、えー、お伺いしました、えーまあ、それを聞いてで,も聞いてですねあの、本郷小学校が、えー、やはり、 内小中学校で一番敷地面積が狭いということで、あのこの教育委員会としては、本郷省朝日中学校の敷地拡張については、検討したのでしょうか飯村光一君。はい、お答えいたしますあの答弁でも述べさせていただきましたとおり拡張には、拡張工事については、検討いたしましたが、難しいという判断でございます以上です。 高君、はいえー、それではですねあの、敷地拡張について、えー、教育環境への認識を町の重点施策と捉え町づくりの一環であればですね、えー、道路に囲まれていても民家があっても敷地拡張は可能なはずですが、えー、こちら、制度上は可能でしょうか。 はい、飯村幸一君、会、はい、議長、お答えいたします。えー、制度上というか手法はまああるかと思います。ただですね、えー、知見者の同意、それから住宅の移転等々のお問題、そういったことが含まれておりますので、現段階では難しいというふうに判断してございます。以上です。高野義雄君、はい。 えー、まあもしあの可能なのであれば認識を変えていただいて、えー、危機感を持っていただければ、えー、敷地拡張というのはできるかと思います、えー、それでは最後の、えー、質問になります相当な数の、えー、児童生徒数の、えー、増が見込まれる状況で、えー、新設校というのも選択肢に入れてはいいのではないかと思いますが教育委員会としては、えー、そこのところをどのように 考ええていいまますすでししょうか飯村浩一君お答えいたします先ほどちょっと話題になりましたけれども、本郷、それから中郷等の開発、そういったインパクトが発生した場合には、そういった新設校ですとかの検討は必要であるというふうには認識してございます。今後はですね あのその辺の情報共有ということで都市計画課それから都市計画部門と連携を図りながら確認し合いながら計画を立てて行きたいいくなりという考え方で進んでいきたいというふうに思います。以上です。高野義雄君、はい、えー、ありがとうございました。これから網見町は市政へ向かっていきます。 宅地開発が進行し、多くの方々が転入してきます。道路、公園等も重要なインフラです。しかし、教育環境というのも非常に重要なインフラだと私は考えております。多くの町民が本郷地区の義務教育施設整備に不安を持っています。これからの網町を担う子どもたちのためにも、危機感を持って環境整備を検討していただきたいと思います。以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 これで5番、高野義雄君の質問を終わります。